水害から暮らしを守る関根研究室の取り組み、学生によるトークセッションを添えてと題しまして、社会環境工学科関根研究室より発表いたします。前半では関根研究室の研究内容を紹介します。後半では関根研究室の学生によるトークセッションをお送りします。はじめに関根研究室の研究内容について紹介します。まず社会環境工学科で行われている研究は大きく3つの部門に分けられます。計画・マネジメント部門は都市のデザインや交通などのまちづくりに関する研究です。社会基盤部門はトンネルや橋など暮らしを支える構造物や材料について研究しています。そして環境防災部門では土や水の研究を通して防災や環境問題に取り組んでいます。私たち関根研究室はこの環境防災部門に属し、河川工学の研究を行っています。ここで自然災害に目を向けると地震や津波、土砂崩れなど様々思い浮かぶと思います。河川工学の研究ではその中でも豪雨や水害をメインに扱っています。近年の水害の例を挙げてみましょう。平成27年9月、関東東北豪雨では鬼怒川で堤防が決壊するなど甚大な被害が出ました。令和元年台風19号でも阿武隈川や千曲川など複数の河川で堤防が決壊したほか、都内でも多摩川の氾濫により浸水の被害が出ました。さらに昨年の7月に発生した熱海市の土石流は皆さんの記憶にも新しいのではないでしょうか。このように地球温暖化による気候変動に伴って近年の豪雨災害はますます甚大化しており、人々の命や生活を守るために災害対策は欠かせません。この災害対策ですが、大きくハード対策とソフト対策に分けられます。ハード対策は堤防やダムなどによって物理的に災害を防ぐことです。私たちはどのような対策が必要なのかを知るため、さまざまな実験を通じて実河川で生じる現象を力学的に解き明かすことを目指しています。一方でソフト対策はハザードマップや警報・注意報など情報により被害を減らすことです。私たちは正確で分かりやすい情報を提供するため、力学的原理に基づいて都市の浸水プロセスを解明しています。このように関根研究室では水害に対しハード・ソフトの両面から研究を行っています。それではソフト対策について関根研究室の都市浸水班での取り組みを見ていきます。ソフト対策はハード対策と比べると迅速な対策が可能であり、かかるコストも低くなっています。ハザードマップやリアルタイム浸水予報などがこれらソフト対策にあたりますが、これまでは精度が低かったり情報が限定的などのデメリットはありました。これを踏まえて開発されたのが現実に即した精緻な浸水予測手法 SWIPS です。当研究室の教授である関根先生が開発した浸水予測手法であり、現在実用化に向けて動いているところです。もしかすると近い将来、雨が降った時自分のスマホで浸水している場所を手軽に確認できる日が来るかもしれませんね。そのような情報を正確に分かりやすく届けるため、さまざまな研究を行っています。SWIPSでは、市町村からいただいたデータなどをもとに、道路、下水道、河川をはじめとするあらゆる都市の情報をコンピューター上に作成しています。そのため、データベースは現実を忠実に再現しており、同じ分野の他の研究と比べても、解析の精度が高い予測手法となっています。当研究室では、この SWIPSに降雨情報を与えて浸水リスクの評価を行っています。ここからは実際の解析例について見ていきます。今回は2005年に東京都杉並区で観測された豪雨が東京23区を中心としたエリアで降ったと仮定し、シミュレーションを行いました。ちなみにこの豪雨は1時間に100ミリを超える猛烈な雨であり、3500を超える家屋が浸水するなど写真のように甚大な被害を生み出しました。結果の見方を説明します。右の図の白い線一本一本が道路を表しています。
雨が降ると道路上に浸水が発生しますが、その大きさを色で表現しています。また、雨の強さは時間によって変わります。その変化を表しているのが左下のグラフです。では、SWEEPSにて計算を行った結果を見ていきましょう。右下の数字が雨が降り始めてからの経過時間を表しています。50分を過ぎて雨が強くなると、全体的に白から水色になって浸水が発生していることがわかります。100分を過ぎると浸水深が40センチを超える危険な道路も出てくることもわかります。このように時々刻々と変化する浸水の様子を高い精度で予測し、危険なエリアをすぐに見つけることができます。続いてハード対策における取り組みを見ていきます。水害による被害を軽減させるために堤防やダムが重要な役割を果たしていることは皆さんもよくご存知だと思います。しかし、これらの対策を講じるためには、そもそも洪水時に河川でどのような現象が起きているのかを知る必要があります。関根研究室では、水流による砂の移動メカニズムと砂の移動に伴う河川形状の変化を力学的に解明することを目指しており、これらが被害軽減のためにどのような対策が必要かを知ることに生かされると考えています。現在は堤防、流砂、粘土という3つの実験を行っています。これらについて順番に説明していきます。まず堤防の実験について説明します。この研究では洪水で河川の水が堤防を越えた場合に堤防がどのように決壊するかを力学的に解明することを目的として実験を行っています。実験では、水路に砂や粘土の材料を使って河川堤防を作り、ここに水を流して堤防を決壊させます。堤防の材料の条件を変えて実験をして、どのような堤防が決壊に強いか調べたり、堤防に植物を植えるとどのような影響があるかを調べたりします。このように堤防の決壊メカニズムを詳細に知ることで、より災害に強い堤防を作ることができるようになります。それでは堤防班の実験の様子を動画で見ていきましょう。この実験では4台のカメラで様々な角度から堤防を撮影しています。じゃあ始めます。GoPro イデオスタート。左はこの実験後に水路を上から撮影した写真で、中央が模擬堤防となっています。右の図は地形の高さを色で表現したものです。堤防の中央部分が大きく浸食されていることがわかります。続いて流砂の実験について見ていきます。流砂班では河川の中に存在している砂の濃度分布や砂一粒一粒の速度など、流砂の移動現象の基本的な特性を解明するための実験を行っています。実験水路の中に直径2ミリのビーズで川底を再現して河川のように水を流します。その様子をハイスピードカメラを用いて撮影して、撮影した粒子を追跡したり、PIV 解析という手法を用いて流速を求めたりします。一粒一粒の粒子の移動現象が分かれば、河川全体の流砂の移動現象を予測することができるようになります。それでは今度は流砂班のある日の実験の様子を動画で見てみましょう。
こちらが実験中にハイスピードカメラで撮影された映像です。川底の近くをビーズが流れていく様子が鮮明に確認できます。最後に粘土の実験について説明します。粘土班では近年実際の河川で問題となっている粘土などで構成される柔らかい川底を対象に実験を行っています。実験水路に粘土で川底を作り、そこに水と色のついた砂を流します。実験後の川底の粘土が水や砂でどれぐらい削られているか、浸食の過程を調べます。このような実験から粘土でできた川底の浸食特性を明らかにすることができます。このように関根研究室では水害に対して3つの実験やスイプスによる浸水予測などハード・ソフトの両面から研究を行っています。ここからは関根研究室の学部4年生によるトークセッションです。はい、じゃあここからは関根研の4年生によるトークセッションです。イエーイ。ここではね、関根研の4年生の人たちにいろいろ質問をしていきたいなというふうに思ってます。じゃあまず1つ目。社交の雰囲気はどんな感じですか？社交の雰囲気は、仲いいなって感じですね。そうです。本当に仲いいから、結構大人数でバーベキューとか、飲み会とか、コロナ前なんですけど、そういうのをしてたりするぐらい、本当にみんな全体が仲いいかなっていう。友達作るのは楽しそうだなとか思ってる人でも1年生の前期の時に実験とか実習とかでグループでコミュニケーション絶対取らないといけないっていう機会が多いのでそういうところで仲良くなれる機会っていうのもあるから原因それもあって仲良くできるのがあるのかなっていうふうに思います。はい、じゃあまあね、いい感じの雰囲気ですよっていうことが伝わったかなというふうに思います。じゃあ次は、皆さんにとっての社交の推しポイントを教えてください。社交の推しポイントは、作業とか実験などの面白い事業があることです。作業では、西早稲田キャンパスの大学の中で、みんなでグループごとに実際に作業を行ったり、実験コンクリート実験という授業では、自分たちで鉄筋の配置などを決めて実際にコンクリートのブロックを作って最後は更新というところまで実験するのでそういった授業がとても面白いと思います。作ったコンクリート結構大きかったから迫力もあって実験の仕上げがあった。そういう実験とかする中でももっとグループワークで話す機会がたくさんあるから本当にそういうところでも本当にみんなたくさんの人と話せるし仲良くなれるかなと思います。はい、そんな感じですね。わかりました。次なんですけど、皆さんは4年生で社会環境工学科では4年生になるタイミングで研究室に、配属されるんですけど、研究室に入りたてほやほやの皆さんから見た研究室の雰囲気っていうのはどんな感じでしょうか？研究室は入る前から男の人と女の人みんな仲良くやっていらっしゃるなという印象がとても強くて入ってからも結構やっぱりそのイメージは変わらずみんな仲良くいい雰囲気の研究室だなと思っています。本当に先輩方も優しく研究のことだったり進路のことだったり、いろんなことを教えてくれる本当に良い研究室だと思いますし、本当に最初、少し先輩とどうやって関われたらいいかなとかちょっと心配もありますけど、ありましたけど、本当に先輩の方からむしろ話しかけるという感じだったんで全然心配も何もなく、でもいい雰囲気で過ごせてるんだなってそんな感じですかね。今の話を聞いてもらって分かるとやっぱりアットホームな環境で研究ができるっていうのが関根研のいいところかなというふうに思います。続いての質問なんですけど、関根研は防災系の研究室なんですけど
ど、皆さんはなぜその防災系研究に興味を持ったのかっていうのを聞きたいなと思います。私は、入学当初1年生の時から防災に興味を持ってたっていうわけじゃないんですけど、3年生の時の、後期の授業であった水権環境防災っていう授業の中で、一度グループごとに分かれて、その防災について決められたテーマのプレゼンをするっていう機会があって、そのテーマが、グループごとに違うんじゃなくて全部同じだったので、そのグループごとにその違う意見とかを入れて、その防災の短さっていうのを改めて感じたり、その課題の奥深さっていうのを感じて、その防災ってちょっとどうなものなんだろうっていうのをよりこう研究していきたいなと思って防災に興味を持つようになりました。僕が防災に興味を持ったきっかけとして大きいのは、やっぱり2011年の東日本大震災が起きて、まあ、その後に結構、まあ、大きな自然災害っていうのは、まあ、あるので、防災に興味を持つきっかけはたくさんありました。最近で言うと、特に水害なら2019年3年前の台風19号で、東北とか新州とかそっちの方が大荒れで河川が氾濫してっていう、そういうことだったんですけど、まあ、そういうニュース見てかなり衝撃を受けましたし、何か、まあね、防災に関わる研究ができればなっていうふうに漠然と思って、まあ、こういう研究を結果的にしています。私もちょっと防災に興味を持ったきっかけは、2015年の関東東部の豪雨の時も、鬼怒川が決壊した様子を見た時に、身近な存在であった河川というものの変わり果てた様子を見て非常に衝撃を受けて、そのきっかけに防災に興味を持つようになりました。さっきも言ったように、最近は豪雨災害が激甚化頻発化してきているので、こういった防災未来に興味を持って社会に貢献していきたいなと思います。はい、ありがとうございました。まあ、共同責任研は防災系の研究室っていうふうに言ったんですけど、社会環境工学科には防災系と、あとは都市計画系、あと社会基盤系っていうのがあるので、まあ、興味を持っている皆さんはぜひ調べてみるといいのかなっていうふうに思います。さて、次が最後の質問になります。今、責任研の4年生の皆さんから、高校生に向けて一言お願いします。高校生ってなると、やっぱり大学の学部だったり学科を選ぶのが難しいんだろうなっていう、まあ、一番大きな悩みだろうなっていうのを思います。私自身もそうだったので、なかなか大変だと思うんですけど、こうたくさん悩んでもらって、その上でこう社会環境工学科っていうのをちょっと視野に入れてもらえたら嬉しいなっていうのと、まあ、もしその選んでもらえて予約することになったら、一緒にどのこともそうですし、まあ、幅広いジャンルを本当に学べるので、職業、将来の職業だったり就職先っていうのが決まってない、そういう人でも全体関係になって一緒に学んでいけたら嬉しいなっていうふうに思ってます。お、来て